いや、ついに重心化したね。ギネビア。というわけでね、熱き遊撃艦隊でレベル120にして、とりあえずで、まあ、殴りとかの強化はしてないけど、イザナミ回でやっていきましょう。まあ、弱点持ちは秒で解けるよね。そう、この子ね、何が強いって、まあ、もちろん友情コンボもバカみたいに強いんだけど、アビリティがすげえ豊富なのよ。アビが豊富だし、で、状態上回復超レザソっていう、まあ、アビリティのおまけの方も充実してる。そして、何が強いって、ステータスよ。ギネビアって、まあ、攻撃力もともとゲージ込み2万6000ぐらい。だから、そこまで超絶殴れるキャラではない。まあまあまあ、普通の砲撃型のキャラだったんだけど、何を思ったかね、モンスターストライクさん。ものすごい強化をしたんだよね。攻撃力だけで5、6000上がってるから、これだから何にも強化しないからね。あ、レベル120にはしてるけど、この高ステータス。スピードも420。なんだろうね、クリスマスプレゼントなのかな、これ。クリスマスガチャより全然強いからね、ギネビアさん。というわけでね、今日はそう休みだったんで、このまま動画を撮らせていただこうと思って、速攻でね、ギネビア撮らせていただきます。で、この子って、まあ、結構一時代を作ったんだよね。弱点ロックオン衝撃波っていうおぞましい友情コンボを初めて実装したキャラがこの子なんだけど、まあ、当時でもバカ強かった。で、今は正直廃れちゃって、まあ、多分使用回数とかは全く使用していないレベルになってたんだけど、多分ね、世界変わるレベルだね。遊撃のキャラクターってさ、トゥーフォールだったり、マナだったりと、まあ、もちろん、他にパッと思いつくのがローレライとか、いるんだけど、まず魔法陣対応はいない。で、魔法陣対応をしてないと、ほら、威力が落ちちゃうじゃん。そんな中、ギネビアさんは、ワープ、ブロック、で、さらに魔法陣と、アビリティがすごい豊富になったんだけど、ボスがすげえ早く解けたんだけど、そこまでとは思わんかった。そう、イザナミゼロって、これあくまでね、雑魚処理がめんどくさいクエストで、雑魚処理さえ終わっちゃえばあとはボス削るだけっていうシンプルなクエストなんだけど、ボスがね、耐えらんねえって。ギネビアの攻撃に。で、まだそう、今後、運極戦隊が終わった時点で身の厳選をみんな始めていこうと思うんだけど、ギネビアはマジで厳選する。こいつはね、もう一回時代を作ってくれるキャラだと私は思ってます。この友情コンボよ。イザナミ界って超柔らかいかってさ、そんなことないのよ。今もほら400万ぐらいで削り切ったでしょ。そんぐらいを秒で出しちゃうんだよね。弱点ロックオン衝撃波ももちろんバカ強いんだけど、そう、バカ強いんだけど、反射衝撃波。これもね、結構いい味出してるんだよね。この友情コンボもギネビアが初じゃなかったっけ？違うかな？サブ友情として登場したのが誰だっけ？誰だか覚えてないけど、とにかくでも弱点ロックオン衝撃波。まあ、砲撃型つくべくしてキャラについたって感じだよね。私が怖かったのは、ギネビアさんが重心化して、まあ、弱点ロックオンはつくと思ってたのよ。だってほら、最初に実装されたキャラだし、まあ、絶対つくだろうなとは思ってたんだけど、まさかね、ステータスもここまで強化されるとはね、予想以上だよ。ほら。殴れちゃうんだよね。だから、ギネビア持ってる人はもう絶対的に強化した方がいいと思う。私のね、モンスターストライク史上、まあ、最下は最強キャラたち。まあ、弁財天とかさ、まあ、1位なのよ。弁財天1位でダムスが2位とかだったんだけど、これは3位か、下手すらダムス超えるな。こんな雑にイザナミ界をクリアしたの初だよ。というわけで、熱き遊撃艦隊でのギネビアでした。こいつはね、マジで強えよ。本当に、ごめん、そればっかり言って、いや、語彙力とか言われるかもしれないけど、でも絶対作った方がいいと思う。本当おすすめです。まあね、身の厳選をしたら、またなんか試していこうと思うんだけども、最高でした。本当に最高でした。ありがとうございました。それじゃ、バイバイ。3分だよ。